何もわからん。まあ多分あれだろうね、進入禁止か、あ、通行止めのマークだね、これ。あ、確かに通行止めだ。上があれだね、バッテン入っとるね、ほんとだ。よし、行こう。うん、入るのは問題ない。よし、行こう。2024年1月4日稲垣目指して滝ハンター浅岡隊2020年第1弾命大事に何本か伐採してんな。おお、もう滝が、滝が小滝だ。しかも2段だ、2段、素晴らしいね。これは水が多すぎだで。あ、本当だ、地図と同じだ。ぐるっと回って細くなる。うわぁ、すごいな、こりゃ。いやいや、オカピがあの行っとったところでマシだと思うけど。なんだっけ、雨乞いの滝かいな。行っとったろ、雨乞いの滝、大地群の。なんかこんな昔の細い道ずっと車で行ってから、もう幻の滝なんよ。あれずっとスパイダーさんが探しとるんだけど。これは水が流れた跡か。確かにヤブがすごそうだな。落石の石に苔が生えてるぜ。こりゃデータがないわけだ。誰も来んわ、これじゃ。お墓が、お墓が。水の音がすごいんですけど。これ滝近寄れるんか、これ。やばいかもしれんな。ちょっと降りすぎ。今日六郎とかちょうどいいんじゃない。誰か六郎行ってないかな。でも場所さえ教えたら向こうすけさん行けそうだけどな、一人で。わからん。あ、なんか書いてある。あ、砂防か。あ、砂防があるってことをしよるんか。
砂防の音だ。なんだ。砂防ちゃんだった。砂防ちゃんでした。ちょうどいいね。でもあれ結構首くるやんだけ水だったら。うん。嫌だと言われても行きますよ。うん。ダムには入らないでください。ああ、もう靴下の中に水が。あ、滝があるじゃん。天然の滝だ。昔はこう車で行けたらしいんだけどな。これは立ち入り禁止になるわ。オカビ、洞窟ある洞窟。あれ穴じゃない？まあ、これだけエフレとるかもしれないけどね。やめとこうね、小虫が入ったらクマがおる顔で。本当穴があるから。クマが爆睡しとるかもしれない。え、配信？あ、クマが？クマがおはようございます。やばい。穴に見えたけどな。うん。奥があるかどうか知らんけど。っていうか川すげえな。お、これは人工？うん。これ本物？すげえな、ガードレールはちゃんとあるじゃん。渓流爆だね。ずーっと水が落ちとるじゃん。夏ならあの水の方行くけどな。砂防指定地。え？あ、わさびだ。わさびじゃん、これ。いや、その時も取った。わさびだ。あ、辛っ。辛っ、辛っ、辛っ。辛っ。辛っ、辛っ。なんでこんなところにわさびが。わさびわさび、これわさび。わさびだ、ね。うん、辛っ。
葉が分厚い。冬か冬だけかな。うん、まだ新芽が、あれ、おか。いっぱいある。辛いな。道端にわさびが生えてる、すごい。おお、俺もあるなと思って今。ほんで、そう思って、ね、撮ってみたんよ。いちごにしたら薄いけ。俺のどっか上の方に作っとるんじゃない。ああ昔な。それが流れてきたんだろう。おお、すげえな。おお、ええ岩だの。ちゃんとした道があるじゃん。いいね、いいね。おお。渓流瀑がすごい。すごいな。確かに夏はここはやぶやばそうだな。やぶこぎがすごそう。まあそうだな。ああ、なんかあの上には道っぽいのがあるけどな。あ？わさびがある。すごいよね、もう見てパッとわさびがわかるようになったっけ。ねえ、道があるよ。上にも道がある。どっちが本当なんだろうか。上にも道がある。どんなオカピー。あお、わさびがすげえ。そういうことか。細くなって、いやいや、分かれ道まだ先。まだ先、分かれ道はまだ先。いける？いけるよ。
まあでも橋渡ってずっと川沿いっちゃ川沿いなんだけど、まあ行けるんじゃない？うん。川から離れるようなら降りた方がいい。さらにこの支流だけ来なきゃ。右手に分かれる支流。まあ川から離れるようなら考えよう。これただ単に下に降りるんじゃねえ。これ上も下も変わらんじゃん。これ下行ったら楽かも。あ、カキカキ、天然のカキ。降りよう降りよう。これは降りよう。これは降りた方が良さそうだ。あ、これ何のクソ？鹿？なんだろう、鹿かウサギ？ウサギじゃでかくね？これ広島だもんな。ああ、鹿がありえるな。冷たい。伊藤さん冷たいよ。ちょっと遠回ししてもうた。うん、どう見てもこっちが道だな。いらん冒険をしてしもうた。で、もうちょい行ったらね、あっちに行く支流があるけ。それ言ったら小滝がある。180メーターって書いてあった。おー、なめたけだな、これ。うまそう。わあ、すげえ。きれいに作ってやるな。あ、これが支流じゃない？これ、この先行ったら小滝があるんだ。うん。ほんとだ。すげえ、この辺車で走ったんだろう、昔。これが支流、小滝。で、この道を追いかにゃいけ。ああ、昔だけ車が走っとったんだわ。
げえ。ほぼ遺跡じゃん、こんなんもう。なんか鹿の糞がいっぱいあるな。鹿なのかよくわからんけども。ふんふんふん、くらわめよ。ふん。すごいよね、あんなもん吉田が歌わせないと思うけ。今なら黒目製造会社からクレームが来る。おお、上に滝があるで。目の前の上にあれ。そうじゃない、あれが下段。でかいぞ。昔の人は道を作ったな。すごすぎ。うわ、えぐいな。これは下段？これ下段か。おう、中段と上段があるらしいよ。ちょっと調整、うん、結構しっかりした林道じゃん、多分ね。だけど滝つぼとか行きたかったら登るしかないんじゃない。とりあえず上まで行くか、うん、そこ怖いな。一番ヤバいゾーンだわ。よりマシか。うわ、すげえな。でかいでかい。またあの横の岩がすごいな。おお。こりゃでかいわ。水量多すぎ。これぐるっと回るんかな。巻いとる？暑い。ああ。落石注意です。
おうおう、アスファルトがめくれとるやんけ。支流、ああ、だけどあれから180メートル登ったら小滝があるはず。じゃあ小滝だわ。ああ、小滝だな。音がするな。ああ、音がするする。ああ、見える見える。見える見える、あったんや、小滝が。ああ。おお、かっこいいやろ、崖。声があるだけ。スズメバチがいっぱいいそう。あ、これ行ったらコラキ見えるんだよ。コダキ。コダキ。お、でかいじゃん。でけえでけえ、なかなかでかいよ。ある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 、優にある、10メーター以上ある。ある、結構高いで。うわすげえ。いやいや、あっこは滝口。いや、まだ上あるやん。まだ上落ちてるじゃん。いやいや、でかい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 。これが小滝なん。ああ、これひょっとして昔のあれかな。これ滝を見るための道。いこれ観光スポーツだったんかな。でかっ。いやいや、まだ上あるし、20メートルある。20とこじゃない、まだあるぞ。これ激ヤバじゃん。やばいね。これ小滝だ。いや、小じゃないよこれ。ああ、めくれ横目エビおらん。すげえ、ホース引っ張ってあるじゃん。これ完全に滝見の道。いや、上にヒントがある。うわー、これ真ん中の木邪魔だな。あ、でもドローンは飛ばすそうだな。ドローン、ドローン、こういう時はね、ドローン、ドローンのボンだ。ああ、間違いない。ここはドローン映像は多分ない。でかっ。登った人は
おるかな。ああまあ自責調査とこれがあるからね。これは仕方なしやいや登ったやつだけ。仕事だから。よし、滝を登ろうと思って登らんと登ったことにはならん。勝手な解釈。すげえな、ちゃんとコンクリートがしてあるな、ここ。よう作ったな、こんな道。昔の人ってすごーい。これ現代の人にやれたらやらんねん。至る所に上の方にテープがいっぱいあるな。あのテープは何の意味があるんだろう。道があるわけでもないのに。これは普通のミミズだ。ああかもしれんね、もしかしたら。うん、縮むしね。暑いよ。てかこれ削ってるよね。岩肌削ってるよね。そしてあの上の石垣すごくない？やば。昔の人やばすぎだわ。すごいわ。マジで。そう。あ、どこもだけだよ。山上だけか。1本、2本、3本。3本来た。ちょっとしようかな。ちょっとだけしよう。どうせ誰も来んだろうけど、今日からじゃ仕事だからな、ほとんど。あ、配信できたわ。お、600、お、誰か来た。怖い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 。誰か来た。ケイちゃんが来た。来た来た。おけけのけが。け、け、けけけのけ。よーずー。
は風呂場でおけそうに楽しいな楽しいな、手紙は手がない、いやいいとこだ、すごいだよこれ、これ昔の道なんや、昔の道すごいな、昔の人って頭おかしいぜ、これも多分これ全部あれを削ってるからね、石上はもう石垣がガッツリ組んである、埋蔵金あるかもしれんて、埋蔵金が埋蔵金出たら3人で分けようでね、あ、剣に持ったらみんな没収されるけんね、あれ落とし物扱いになるんよ、だけど小判とか出てきたらね全部落とし物で没収される、それやったら持って帰ってオークションかけた方がいい、迷子にならん、迷子にならんよ、道があるもん、ほら見てこの石垣すごいよね、これ一個一個手で積んだんだね、多分すげー、確かにこりゃ笹がすごそうだな、そう、ええ景色だぜ、もらえるんかな、ああいうのは、でも多分あれじゃない、なんやかんや言うて取られるんだ、何を、うわすげえ、ちょっと待ってこれ何だ、これすごっ、やばっ、お城みたい、城があったんじゃないここ、まあでも城にしちゃちょっと石が近すぎるな、これ、うん、これじゃ崩れる、すげえなこれ、1段2段3段、これは獣道じゃないよケイちゃん、獣道で これを組む人いないでしょ、多分イノシシにはこれできないね、イノシシにはできませんよこれ、しかもこれ下ね、ちゃんとコンクリートしてあるからね、見えないけど、はい、というか携帯に遊びな、携帯は夜かお仕事、みんな今日から仕事だな、すごい、マジで、あ、本当だ、ゴーの川が見えた、うん、本当はね走ってないよ、もゴーの川が見える、ゴーの川が8まで休み、すごいな、 8？ 太るよ、そんなに休んだら、すごいな、この道マジで、これはすごい、え、もう豚になった？やった、焼いて食おう、みんなでちゃんと全身の毛きれいに剃っといてね、焼く前にチチョンと焼いて食おう、美味しいかな、
が霧が出てきた。さあ本流に戻ってきたよ。本流に稲崎の音がするよ。すごいね。トゥルットゥルッとるな。ちゃんとあの下も全部トゥルッとるにしといてよ。下もトゥルッとるよ。何があるの？うわぁ、見てこの光の筋、きれい。うわぁ、わかるケイちゃんこれ、木漏れ日。そしてね、ちょっと霧があるけど、それに光が映って、すごい。おお。いいね。すごい。きれい。いいね。ああ。こういうね、自然を歩くとなんかね、ええもんがあるんだ。そうそう。なんかすごい音がすんな、おい。うわぁ。それがさっきの下段？これ下段の上？やば。うわ、マジか。あ、かもし、でもあそこに自責調査行ってるよ。いや、全然降りれるけどね。すげえ。あれが2段？まあ、撮影は後にするか。ドライブウェイまで行くか。すげえすげえ。携帯映像で来たね。なかなかええもんが見れるよ、これ。おいしいもの入ると、さっきおいしそうなキノコあったよ。わしのキノコはもう腐っとるけどダメだけどな。うわぁ、すげぇ。これは関係ないの？これが 2？ 2のナメヤなんかな。あれが 2？ でかくねこれ。わぁ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 、すごいあれ。見て見て、ケイちゃんのよだれがいっぱい流れとるよ、今から。すごいすごいすごい、ケイちゃんのよだれが。わあ、すげえな。これが上？まだあるかな？どれが2段目か上か分からへん。でもここナメダもすごいぜ。すごい。わぁ、ケイちゃんのよだれがすごいよ、これ。うわぁ。ケイちゃんのよだれなんだか。下の方のやつなんだかわからんけど。すごいすごい。
あ、先生さっきわさびあったよ、わさび。天然わさびが生えとったよ。叩かれた。ひど。まあ、ケイちゃんの興奮状態です。ケイちゃんが興奮するとこんなになります。あ、上つながってるやん。マジか。は？ああ、でかいだこれ。おお、すげえ。これ水倍ぐらいか。あ、ダダ漏れ。すごい量ですわ。いっぱい出ちゃった。いっぱい出ちゃいました。すごっ。終わりだね。終わりでしょう。そうだね。終わりだね。これより上はないで。これより上は畑じゃない？ああ。キクラゲ入っとる。素晴らしい。キクラゲが入っとる。キクラゲが。あ、うったうった。キクラゲが入っThank you.
Thank you.
Thank you.